どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ザ・クルーの雑談ドライブやっていきましょう。今回はこちらベンツのアマゲで走っていきましょう。で、そろそろね、2月の14日来ますよ。バレンタインデーとか、そういうのではなくて、信長の野望大使ビゲがこちらの発売日が2月の14日で、なぜかね、ちょっと残念なのがダウンロード版がなんで予約できないのかなって思ってまして、そこら辺予約できたらね、もうちょっとね、私も気分よくできるんですけれども、多分こう発売日が1回延期になったじゃないですか。で、そのせいで、まあ多分ダウンロード版の予約ができなくなっているとか、まあそういった理由があるのかなとは思うんですけれどもね。公式のツイッターでもなんでできないんですかって、まあつぶやいては見たんですけれども、まあ特に返事もないし。で、まあ発売日はなりますが、まあ私も、まあもちろんね、買うのは買うんですけれども、ただその当日のダウンロード版になってしまうかな。いやー、その週ね、夜勤なんですよね。で、今かなりの繁忙状態で、今見ていると、まあ多分ね、なんとか帰れるとは思うんですよね。まあ予定としてはその木曜日に1話目上げて、で金曜日にもう1話上げてからは、まあいわゆる次の週かな、定期で月曜日と金曜日で、まあ昔みたいに上げていくんですけどもね。いや、皆さん半年間よく耐えたな。かなりね、チャンネルとしては、ちょっと氷河期まではいかないか。それ言ったら、もちろんね、今上げている、車が消えた。まあいいや。まあ今上げている動画も、私がこう空いている時にまあやりたいなっていうのを今スケジュール組んでやってはいるんですが、そこから2枠使って信長の野望をやる、まあ昔の、まあ、半年前のまあスケジュールに変えるわけですが、まあ、それまでチャンネルとしてはね、減るかなって思ってはいたんですが、今のところは緩やかなまあ上昇状態ではございまして、これで信長の野望の大使 PK を投稿することによってチャンネルはどんどん大きくなっていくとは思いますが、ただこの半年間は本当によく耐えてくれたと思う。そこら辺はまあ申し訳なさもあるんですけれどもね。まあコメントの方で、まあ大使の方を、まあ信長の野望を見たいという方もまあいたとは思いますし、まあ見たいと思っていても、あえて私のこの状況を理解してくださる素晴らしい視聴者の方もいるとは思いますが、まあようやく今いつもの編成に戻る感じかな。まあプレイとしては結構不安なところもありまして、半年間ブランクもありますし、その状態でまあ果たしてうまく取れるかどうかっていう不安もあるし、あとはちゃんとまあ私の体力的な面で大丈夫かなっていう心配もありますしね。仕事終わった後に、まあ、撮るわけですけれどもね。一応ね、まあ、夜勤で家も近いんで、夜勤の休憩時間中に帰ってダウンロードボタンだけ押しといて、で帰ってでダウンロードできていると思うんで、そこから撮って編集してあげるから、まあ、朝にはなるかな。まあ、そこで投稿した後にもう1話分撮っておいて、でその日の夜勤入って、多分クソ忙しいから、まあ朝までかかるんだろうな。それで帰ってきてから編集をして2話目を上げて、でその週末で、またため撮りをするっていう感じにはなるのかな。あ、ここマイアミだからかな、結構水着で普通に海パンで歩いている人とかいたな。こういうのを日本でやるとねそうそう、君だよ君。なんで無理やり渡ろうとしているんだろうか。日本でやるとなんか捕まりそうな気がするな普通にね、普通の道をああいう海パン一丁で歩いているとね。まあそれはいいとしましてね。まあそんな感じで信長の野望の大使 PK が発売されて、まあやっていく感じではございますが、まあもう一丁ね、ちょっと心配事がありまして、最近ねツイッターの方で動画を投稿したら、タイムラインの方で動画を投稿しましたって出ないんですよね。でそこに関してはちょっと前から、まあ、悩んでいて、まあ、ツイートはしていまして、で、まあ、コメントの方でもなんか YouTube と Twitter の方で提携が切れましたって言うらしいじゃないですか。そこら辺の情報はちゃんと、なんだろう、もっとこう言ってほしいなってところはありましたし、
それによって、まあ、私の動画の投稿をしましたよっていうタイミングがちょっと分かりづらくはなってしまうんですけれども、もともと動画の投稿に関してはスケジュール見てもらえると分かるし、あとはだいたい朝投稿している、朝までにっていうのかな、そこら辺で投稿しているっていうのはいつものことなんで、タイムライン上に動画を投稿しましたよっていう話が上がっていなくても、かねてから私のチャンネルを見てくださっている方々からすれば、そこまで問題ではないかなとは思う。もともとフォロワーもそんな多いわけじゃないからな、そこら辺はちょっと、しょうがない部分もあるんですけれども、急にそうなってしまったっていう感覚があるんで、私としては相当不安だったんですよね。でこの動画を撮っている 2,3 日前かな、自分のつぶやきもいわゆるホーム画面には出なくて、自分のプロフィールを見ているとちゃんとつぶやいているなっていうのはわかるんですけれども、今は多分大丈夫かな。見ている感じは自分のつぶやきもちゃんと、ホーム画面には上がってはいるんですが、そういうところもあったりしてね、ちょっと心配かなってところもあるんですよね。一番心配なのはその信長の野望大使 PK がうまく上げられるかどうか。最初はね、木曜日はやめて、月金にしているから、そこで固定にしようかなとは思ってはいましたが、やっぱり私にとっては一番の、看板となる、ゲームが発売されるわけなんで、そこはちゃんと発売日に1本上げておきたいなと思います。それによってスケジュールは大きく変わりますし、日曜日だから、今週っていう言い方になるのかな。だから今週の、スカイリムと、あとはシティーズスカイラインの投稿はお休みします。で次週で火曜日と水曜日に組み込んで、ようやくそれでスケジュール調整は完了になるかな。そんな感じで、もちろんその個々の動画でコメントとして、次はお休みしますよって言えばいいんですけれども、私がねちょっと投稿、コメントを投稿しようかなっていう思ったタイミングがちょっとずれていたりして、こう投稿したタイミングでコメントを言えばよかったんだが、ちょっと遅くなっているんで、だんだんもういいかなとも思ったりもしているんで、そこら辺は、ちゃんとスケジュールとか、あとはこの雑談ドライブの方を見てくださればいいかなとは思います。だいぶスケジュールも変わるからね。だから対抗視点4も2話目は1週分お休みするかな。そこは大使 PK の、初投稿日になりますし、そういった週はだいたい木曜日ですよね。そういった週はだいたい1回分はお休みしてしまうんですけれども、ご了承ください。というわけで、じゃあ今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。